げえところだな。どうしてラオウとトキさんはこんなところで戦おうとするの？ここは二人の思い出の場所と聞いているが、かつてここには清流と豪壮な滝があった。ここで私とラオウは北斗神拳の道を歩み始めたのだ。そして約束の地来たか。うん、国王。兄弟の約束、果たす時が来たようだな、トキ。乱れた時代に必要な救世主はあなたではない。ラオウ、後悔せぬか。自ら望んで選んだ道、ためらいなどない。それでこそ我が弟。ならばこの俺も一人の剣士として、全力で剣を交えることができるわ。幼き日に誓ったあなたとの約束、今こそ果たそう。天空に連なる七つの星のもと、1800年の長きにわたり永々と受け継がれてきた北斗神拳。凄まじき破壊力を持つ暗殺拳ゆえに奥義は門外不出。その掟は伝承者をただ一人と定めていた。しかしここに同時に3人の天才が出現した。それは生を受ける時代が違えばそれぞれが伝承者となり得た者たちであった。その天才の一人に宿命は悲しくも過酷な試練を与えた。その天才の名はトキ。
しい。時にかかると北斗百裂剣もまるで優雅な舞のようね、剣。それだけではない、ユリア。すべての月は正確に経絡飛行を貫く。まるで氷の刃のように。ぬるいな、ケンシロウ。ん？時の舞はまさに死神の舞よ。その美しさに見入られし者は死ぬ。ラオウ。だが時、氷の刃は美しくも脆い。その刃では俺の肉体は貫けぬぞ。ラオウ。ケン。大丈夫だ。北斗神拳に必要なのは力のみ。美しさなどに価値はないわ。二人の伝承者争いは熾烈なものになりそうだな。ええ。何を言う、ケンシロウ。お前も伝承者争いをしていること忘れるな。兄さん、俺にそんな資格は。それはお前が決めることではない。師父の指名があれば。断る。もし断ることができなければ、即座に兄さんを次の伝承者に指名する。師父龍拳もその兄から伝承したと聞いている。兄弟間の伝承は許されるはずだ。兄さんも分かってるだろう。ラオウにとって北斗神拳は力をつかむための手段。それは北斗神拳の使命に反する。だから時、あなたこそ伝承者にふさわしい。何用だ、サラ。トキさんのことでお話ししたいことが。トキのこと？はい。トキさんは重い病に侵されています。余命はあと数年かと。そうか。医者のお前が言うのであれば間違いあるまい。だがそのことをトキは知っているのか？はい。してトキは何と？北斗神拳は一子相伝。自分が病だと知ればケンシロウさんは身を引き、ラオウさんが伝承者になる。でもそれは北斗神拳の宿命を歪めることと。そうか。時はそのようなことを。はい。辛い思いをさせたな、サラ。あとは任せておきなさい。隣国の情勢、お前はどう見る？ただならぬ状況かと。いつ道を誤った独裁者が核のボタンを押してもおかしくありません。そうなれば世界は核の炎に包まれる。無秩序と暴力の荒野、この世は有史以前の状態になるかと。北斗神拳が生まれた時代に戻るということか。もはやその流れは変えられぬものと。乱世に平和をもたらすのが北斗神拳伝承者の使命。時よ、お前の進む道は見えているのか？はい。時代が新たな北斗神拳伝承者を必要とするならば、私はその伝承者を見守りたいと思います。病なくば間違いなくお前が伝承者となっていたであろう。師父、どうなさいました？ あまりに美しい月に心奪われていた。はい。この龍拳も老いたわ。
日のものとなった。決して使ってはならぬ禁断の力が地上を地獄へと変えていった。数多くの命が核の炎に焼き尽くされた。残された人々は死の灰から逃れるべくシェルターを目指した。急げケンシロウ、ユリア、こっちだ。大丈夫か。ええ、それよりみんなは無事避難した。あとは我々だけだ。早く、残るシェルターはここしかない。行け。開ければここにいる全員が被爆することになる。それにこれ以上人が増えれば、時はそれを察して。うわあ、時、兄さん、ケン、時許せ、ケンシロウ。すべてを背負わせてしまうこの兄を。行け、進むのだ。北斗神拳伝承者の道を。死の灰か。すでにこんなところまで。これで余命短きを誰に隠す必要もなくなったか。あとは。ラオウとの約束を果たすのみ。それが血を分けた我ら兄弟の宿命。人類の文明文化は完膚なきまでに打ち砕かれた。そして時は流れ、世界は再び暴力が支配する時代に変わろうとしていた。こんなところによく咲かせたものよ。私もまだ死ねぬな。心に秘めた愛、その花、マーガレットの花言葉です。サラ、ダメじゃないですか、トキさん。安静にしていないと。大丈夫だ。すべてお前の治療のおかげだよ。伝承者がケンシロウさんに決まりましたね。ああ、よかったですね。人はケンシロウを甘いという。だがそれは、ただ生き延びるためだけに生きるのではなく、生きることの意義を見つけようとするからだ。そして、それが人間というものだ。人間。さて、そろそろ私も行かねばなるまい。行くって。旅立ちの時が来たのだ。旅立ちって、そんな体で。
死を待つだけのこの体ではケンシロウに迷惑をかけることになるだろう。そこまでケンシロウさんのことを。サラ、今までありがとう。お別れだ。トキさん、待って。トキ、ケンを呼んでくるわ。その必要はない。いずれ宿命が我らを導くだろう。でもなぜそんな体で旅を。この荒野には私を、いや北斗神拳を必要とする者たちがいる。私は弱き者、病に倒れた者たちのために北斗神拳を医術として役立てたいのだ。でもあなたは病の身、それに命を助けられた私たちはあなたに何も。ユリア、何も気に病むことはない。すべて私が望んだことだ。でも。では頼まれてくれぬか。命強き花だ。世話をすれば来年もまた花を咲かせよう。その時私のことを思い出してくれ。それ以上何も望みはない。トキ。さらばだユリア。トキ。待ってください。私もご一緒させてください。私は医者です。きっとあなたのお役に立てるはず。サラ、この旅は苦しく危険なものだ。お前を連れていくわけには。承知の上です。私はこの戦争で天涯孤独の身、それに医者として病のあなたを一人で行かせるわけにはいきません。サラ、この旅にはあなたの意志を継ぐものが必要なはず。お願いです。ご一緒させてください。辛い旅になるぞ。覚悟の上です。では行こう。はい。お顔を染めて白い花が咲き誇る夏には、あなたといたこの日々を思い出すでしょう。それはとても悲しいけど綺麗なひとときで、全てを知った。
トキとサラが人々を救うため旅を続けていた頃、北斗神拳連勝者となったケンシロウは暴力の荒野をさすらい、救いを求める弱き者たちのために血を流し続けていた。そしてケンシロウはこの世の救世主と呼ばれるようになっていた。一方ラオウは自らを剣王と名乗り、地上の覇者タラントその猛威を振るい続けていた。だがそんなラオウにも唯一恐れる存在があった。味方であれば100万の援軍となり、敵ならばいつ忍び寄るかもしれぬ死神にも等しい存在、それがトキであった。トキを恐れたラオウは村人たちの命と引き換えにトキを捕らえ、監獄の町カサンドラに幽閉した。さて、トキ、ここを出るんだ。ケンシロウが来るんだ、早くしろ。奴とお前を合わせるわけにはいかん。立て。やはりな。ならばここで待とう。何を？死に損ないの分際で。遅かったようだな。ケンシロウはすでにそこまで来ている。何？壁が。時兄さん、間に合わなかったか。どうやらこれまでのようだな。動くな。一歩でも動けば時の命はない。時という男を知らんようだな。貴様、こいつがどうなっても構わんのか。やってみろ、やれるものならな。剣王様の命令は絶対。時をやらねば我々が殺される。死ね、時。どうした、やるんじゃなかったのか。動かん。こいつ本当に病人か。北斗右条拳、せめて痛みを知らずに安らかに死ぬがいい。あれあれあああれ。おい、お前足が痛くないのか。あれ。待っていたぞ、ケンシロウ。いい顔になったな、トキ。痩せたな。だが、まだ生きている。カサンドラが落ちました。ケンシロウにより全ての囚人が解放され、トキもまた救出されたとのこと。なぜ殺しておかなかった。トキとケンシロウが手を組めば聖帝サウザー以上の脅威となりかねんぞ。捨ておけ。実弟ゆえか。
殺さぬことが血を分けた弟へのせめてもの情け。よもやそのようなことを。そのような情け、とうに捨てたわ。それよりも今はサウザーを止めねばならぬ。一刻も早く奴の体の秘密を暴くのだ。よいな。承知。約束の時は近い。今日はこれぐらいにしておこう。そうだな。今年も豊作で何よりだ。この村がこんなにも豊かによみがえるとは。全てあの二人のおかげだ。ああ、トキさん、サラさんにはいつまでもこの村にいてもらいたいものだ。どうぞ、村のみんなが持ち寄ってくれた材料で作ったんですよ。そうか、ありがとう。どうした？食べないのか？みんなが心配しています。トキさんがまた村を出て行ってしまうのではないかと。聖帝サウザーが倒れ、ラオウ軍が勢力を増していけば、再びこの村は襲われることでしょう。その時、トキさん、あなたがいてくれたら。サラ、私が帰ってきたのはお前に別れを告げるためだ。ケンシロウはラオウですら恐れていたサウザーにたった一人で挑み、そして勝利した。ラオウよ、これで天下はあなたのものだ。だが恐怖では人は縛れんぞ。いや、未だ破業ならず。俺は今こそ悟った。お前とケンシロウを倒さぬ限り天は握れぬこと。見事な戦いだった。ケンシロウは悲しみを背負えど折れぬ心を持ち、伝承者の宿命に目覚めていた。じゃあなぜ再び村を出ていくの？サラ、私にはまだ果たさねばならぬ約束がある。ラオウとの約束がな。まさかラオウと戦おうというの？この命尽きようとも果たさねばならない約束だ。そんな。そしてサラ、その約束を果たすためお前の力を貸してほしい。私の力？経絡飛行の知識を授けたお前なら何をするかわかるはずだ。まさか摂活光を？それ以外ラオウと渡り合う術はない。今のあなたでは摂活光を突くだけで死に至る恐れが。だがこのままではラオウとの約束を果たすことはできぬ。命を懸けて挑まなければ。私をこの柱に縛りつけてくれぬか。摂活光をついた痛みは私にも耐えられぬやもしれぬ。なぜ私に？サラ、お前だからだ。私の最後の生き様を見届けてほしいのだ。トキさん、ありがとう、サラ。いえ、こんな絶望の世界で生きることの意義を教えてくれたのはあなた。そのあなたの意志を継ぐためならば。すまん。さよならは言いません。きっと帰ってきてください。サラ、私の魂は死なぬ。この魂はケンシロウとお前と共に生きるのだから。はい。
死を司る市長星が今にも落ちてきそうだ。我ら兄弟の約束、果たす時が来たようだな、トキ。全身全霊をもって答えよう。来い、ラオウ。後悔せぬか。自ら望んで選んだ道、ためらいなどない。幼き日に誓ったあなたとの約束、今こそ果たそう。よかろう。おい、うん、すげえ。これが時とラオウ。どうとせい、烈と祝。相対する動きはまるで二人の生き方を映すようだ。ケン、二人は本当の兄弟なんでしょ。止めることはできないの。だからこそできん。二人に流れる宿命の血がたぎっている。そこに何人たりとも立ち入ることはできない。確かに迷いも怯えも見えぬ。病に侵され死期が迫ったことが貴様の剣を高めたと見える。私の剣を高めたのは死期ではない。ラオウ、あなたの存在が私の剣を高めたのだ。攻撃や、ふぅ。どこに行きやがったあのガキ。そこまでだ、トキ。龍拳様。その剣いつ覚えたのだ。道場を覗いていたのか。お前も北斗神拳を身につけたいのか。トキ、お前はその意味が分かっているのか。北斗神拳は一子相伝。兄弟であるお前たちが同じ道を歩めば、いずれどちらかが剣を封じられることになる。それでも構わんのか。はい。では明日からお前も道場に来るがいい。トキ、お前なぜ。兄さんを超えたいから。誓いの時は来た。今私はあなたを超える。少子、お前は決して俺を超えることはできん。うん、はあ、うわ、ああ、うわ、時の剣が飛行をついた。いや。
相変わらず優しい剣だな。言ったはずだ、氷の刃では俺の体は貫けると。愛が浅すぎる。それではこの俺は倒せぬわ。背後を取った。無双印刷、気配を読み、さっきとの間合いを見切り、無意識無双に繰り出される必殺剣。そんな技が。時、隙を誘う時の銃の剣。しかしラオウの剛の剣は隙を飲み込んでしまう。これでは勝負はつかぬ。だが時には病が。本能は死を恐れるゆえに敵との間合いに駆け引きが生まれる。されど我が剣は無意識無双ゆえ、間合いもなく隙もない。時よ、このラオウを目指したのであれば、なぜ非常の剛の剣を学ばなかった。その貴様の優しさが命取りとなるのだ。うん、もはやこの勝負消えた。なんとこのラオウの剛の剣を受け止めおったか。すごい。どういうことだよこれは。まさか時が剛の剣を。ラオウ、言ったはずだ。私はあなたの全てを目指した。この体に流れるあなたと同じ血が剛の剣を学ばせたのだ。うわバカな。うわぁ私は得した剛の剣を最後の戦いまで封印すると誓った。つまりあなたと剣を交えている今こそその封印を解くにふさわしい。天を見よ。見えるはずだ。あの市長生が。なんと我が頭上に市長生が。ラオウにも市長生が。ケン、これは時の天賦の才がラオウに市長生を呼んだ。この宿命の対決は神にすら勝負が見えない。よかろう、見事兄を超え野望を砕いてみるがいい。せめて北斗の奥義で葬ろう。その全てを剣に集約する。すなわち次で全てが決まる。終わった。北斗神拳最強の男、我が兄ラオウ、あなたの地獄へ続く野望さえなければ、私もケンシロウも伝承者の道を譲ったであろう。さらば
ラオー勝った。いや、やはり主張性は時の頭上に落ちた。え、どうして？時はラオウの飛行をついてるわ。それでは効かぬ。そこに渾身の気を送らねば技は効かないのだ。病さえなければこの俺を倒すことができたものを。効かぬのだ時。この俺がまだ気づいていないと思っているのか。お前の秘密を。もうよい、そこまでにしておけ。これ以上はもう。幼き頃より俺を追い続け、非常の宿命に生きてきた我が弟よ。我々の宿命もこれで終わりだ。トキ！まだだ。まだ時は諦めてない。もうよい。やめろ、時。病に侵され、それでもこの俺に血を流させた唯一の剣士。奥義を極めた男。しかし命を懸けたお前の剛健の秘密はこれだ。やはり摂活光。え、そこをつけば一時的な剛力を得ることができる。しかしそれは同時に己の命さえ奪う非常の奥義。命を奪うのは俺ではなかった。有り余る才能を持ちながら病ごときに、北斗の男が病ごときに全てを。なぜ泣くのだろう。涙を捨てたのではなかったのか。そしてあなたは私にも涙を捨てろと。したとき、それがお前の剣か。そんな剣では虫も落とせんぞ。泣くな。二度と涙を流してはならん。兄さん、この兄を超えたいのなら涙を捨てろ。涙は剣の道には不要だ。その涙を自分の望みと剣に変えるのだ。俺はもう涙を捨てた。この拳で天を掴むため。時、お前には分かっていたはずだ。偽りの剛の剣ではこの俺を倒すことはできぬと。だがお前はあえてその道を選んだ。死期の迫ったその体で、幼い頃より必死でこの俺に追いつこうとし、そして今死を覚悟してまでその思いを遂げようとした。その悲しい心がこの俺の枯れた涙を呼び戻したのだ。ラオ、もはや悔いはない。その手で宿命の幕を閉じてくれないか。時、これが俺の最後の涙となるだろう。さらば我が生涯最強の敵、さらば我が最愛の弟、これが貴様が目指した兄ラオウの剣だ。
なぜこの血は涙、この一撃はお前の悲しき宿命への兄の恨みと思え、お前を倒したのは我が剣にあらず、病がお前を倒したのだ。ラオ、今俺を目指した男トキは死んだ。ここにいるのはただ病と戦う男だ。余生を安らかに暮らせ、トキ。泣きたければ泣け、もう責めはしない。体を痛えよ、トキ。うわ、国王。エジロー、剣王の恐怖の伝説は今この場より始まる。この命を奪いたくばいつでも来るがいい。ラオ。はあ、私はとうとうラオウとの約束を果たすことができなかった。ラオウとの約束？それって、それは私がまだ北斗寺院に入って間もない頃、トキ、お前はなぜそこまでして修行を続ける？兄さんを超えたいから。またそれか。やはり兄弟だな。優しいばかりだと思っていたお前にも俺と同じ血が流れている。いいか、トキ、俺はいつか最強の男になってこの手で全てを握る。だが、もし俺が道を誤った時はお前の剣で俺の剣を封じてくれ。いいな、トキ。分かったよ、兄さん。それがラオウとの約束だった。その約束は、ラオウと、この涙はその約束を果たせなかった悲しみの涙。トキ、その約束は俺が果たそう。それが北斗神拳伝承者の宿命。剣士郎、トキ。天はやっと私に微笑んでくれたようだ。白い花が咲き誇る。
静かな花のように迷いのない強さが私にありますか。それはとても小さなこと、例えばどんな時も悲しみ